結局さ、昨日さ、ねえ、せっかく書いて送ったのにさ、お休みメール届かないから、もうちょっとショックなんだけど。届かなかった マジ？書いた意味ね、ショック。ねえ、そうですよね。って何書いたんだっけな、昨日。ああね。あまりは大したことは書いてないけど。普通のいつも通り、しょうもないことしか書いてへんけど。でも届かなかったのはショックだな。オッケー。じゃあ後で再送しとくわ。 同じ内容を任せて。了解ぼっち。大したことは何一つ 何一つなんですけどね。まあそれでよろしければ。全然再送します。任せてください。お米出ちゃった。だいぶ寝れた。結構寝た。なんか普通にわりかし普通に起きちゃったわけよ。1回目ね、普通に起きて、いやちょっとさすがに普通に起きすぎたわと思って、もう一回寝ようと思って、もう一回寝て、で起きて、でその時まだ9時とかだったの。さすがにそうまだ早いわと思って、もうちょい寝ようと思って、で結局10時過ぎぐらいに起きたかな。そう、あんまり早く起きても夜絶対眠くなるなと思って、そうなんかまあある程度は寝ておこうと思って、それで起きた。なんかやっぱ最近さ、すごい朝早かったけんさ、起きるのが6時とかさ7時とかにはさ起きてたからさ、最近なんかちょっと朝早く目覚めたんかもしれんわ今日も。そうなんかわりかし
目覚ましはかけてなかったんだけど起きちゃって、そう、なんかまあいいかなーと、まあそれぐらいだったらいいかと思って、おー起きようと思って起きて、そうでご飯食べてみたいな、そんな感じ。そうそうそう、めっちゃ白光りしてる、やばいやばいやばい白光りがすごいんだけど、光っとるめっちゃ光っとるんだけど、そう、まあわりかしね、ゆりな最近3時とかまで起きてるから全然大丈夫寝るの最近3時とかめちゃくちゃ普通だからさ、全然起きてられるんだけどね。そう、いやなんかね、特に何やってるってさ書いてるわけないんだけど、なんかベッドに入ってからが長いんですよ。ベッドに早めに入るんだけど、大体2時間ぐらいはゴロゴロしてるから寝れなくて、で気づいたら寝てる。最近はもうちょい早いかな、2時過ぎぐらいには寝とるけど、結構ベッドに入ってから寝れなくてゴロ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 してることがまあ多いのと、あと最近はやっぱ振り起こしずっとしてたから、まあそれなりに遅い時間だったっていうのは確かにある。なんなら1月2日今度さ NPP のイベントじゃん、それのね振り起こしもねしないといけないんだよね。ちょっと明日1日で全部覚えれるかなって感じなんだけど、頑張るぜ。そうこの間29のは6人だったからさ、で今回8人だからさ、構成も違うければ全てが違うからさ、一人の曲も違うんだけどさ、起こすからね。そうそれもやんなきゃなと思って、どれぐらいの人が来てくれるのかしら、楽しみにお待ちしておりますね。すごいありがとう2020みたい、すごい、なんかすごいの流れてきたんだけど、そういうのもあんだ、すごいかわいい、あれなんですね、そういうあれ用みたいな、お正月用のなんていうんだっけな、特別なスタンプ的な感じかな。なんかアラーム鳴ったんだけどあー
そうだ、私なんか寝すぎても15時には起きようと思ってアラームかけてたの忘れてたわ。そうだった。まあ15時まで寝ることなんてないんですけどね、普段なくない？そんなに寝ることないっしょ。うちもないわ。15時まで寝たことないわ、一回も。いや、15時まで寝るつもりはさらさらないよ。もし寝すぎてしまった時に15時には最低でも起きないとと思って、全然15時まで起きる気はさらさらなかったし、なんなら15時まで寝れるはずもない人間が。いや、うちは15時までも寝れないよ。そんな寝れない。なんかやっぱり一応ある程度の時間には起きてないといけないから、そう、なんか仕方ないですね。だからまああれかなと思ってかけて、一応ね、一応何かしらにもあれは大切ですから、あの、なんつうんだっけな、あのなんだっけ、そういうことがあった時のためのことがね、大切ですから。まあ、結局午前中に普通にいつも通り起きたんですけどね、私。そう、結局普通通り起きたんですけど、仕方ないですね。そう声が。わざわざ、そうそう、うん、オッケー。うん、今日も寒い。いや、全然朝方じゃないと思うけどな、あんま変わんなさそうやけどな、結構、うん、と私は思うけど、どうだろう、分かんない。押す引きはあるからね。そう、だからまあうんって感じかな、結構。うん、
そうでさ、まあ、夜やりますみたいな感じ言ったけど、配信めっちゃ声がサガサだな。今日初めて声発してるからな、声がまだちょっと間はでさ、なんだっけな、それで、あ、そう、夜やりますって言ったんだけど、なんか一旦夕方、もうちょっとしてから夕方に事務所に一回寄らないといけなくなっちゃって、で事務所寄って帰ってきて、でもう一回そのカウントダウン TV の最終号だから、そのやろうと思ってた時間18時ぐらいにやるって言ったんだけど、そう、一旦ちょっと事務所に行かないといけなくなっちゃったから、その時間は全部事務所に行ってるから無理だから、ちょっとなるべく早くして、まあ帰ってきて事務所行って、あの帰ってきて時間が、その次のカウントダウン TV の集合まで時間があれば、まあちょっとだけやるかもしれないけど、あのでもちょっと分かんない、もしかしたら帰ってきたらもうちょっとしたら晩ご飯食べて、あ、集合だ、最終号だみたいな感じだったら、あの、あ、別に事務所に、あの事務所に用事はね、マジで本当に5分ぐらいなんですけど、事務所までの道中に時間がかかるから、そう、行き帰りにね時間がかかっちゃうから、そう、ちょっとやっぱりあの 100% 今日はさ夜かかっちゃうから、だったらこの今の時間、空いてる時間にやってでいいかなって思ったから、ちょっと早くねやったんですけど、あれ、ゆりな、お昼過ぎぐらいにさ配信やりますってさ、なんか変更になったよみたいな感じでさメールで書かんかったっけ、あれうち書いたつもりだったんだけど書いてないか、ほら、昼過ぎぐらいに一回ショールームしますって言ったよね、そうだよね、よかった、あ、知らん人はメール取ってないからか、そう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 、なんかね、そう、あのね、言ったんだけど、そう、すいませんね、やばい、もう本当に今日第一声だから声がマジでガラガラなんだけどもうやばい、ガサガサ、お昼頃じゃないですけ私のお昼ずれてるからな、みんなと、そうですよね、すいませんね、私昼ご、なんかさ朝ごはんがさ大体10時11時ぐらいに食べるんだわ、だから昼ごろはんがさ13時とか14時付近に食べるんですよね、そうだからね、あの人とちゃマジで昼ごはんの時間がずれてるんだわ、多分もうちょっとみんなだと朝が早く7時とか8時ぐらいに食べてさ、昼が12時とかじゃん、だからちょっとうち一人ずれてんだよねあれが時間タイムテーブルが、そうそう、すいませんね、私の昼過ぎぐらいってこうちょっとこれぐらいの時間だと思ってた、夕方が16時とか15時ぐらいで、夜が6時とか7時とか、そうちょっとずれてるよね、ごめんなさいね、3時のおやつ時間頃ですね、2020年ですね、2000今日までですね、そうですね、なんかあったかな2020年、
なんだ、何かな。2020年、なんだろう今日で終わっちゃうけど、今日で終わっちゃうけど、2020年、もうあと今15時だとして、16、17、18、19、20、21、22、23、24、あと9時間でもう今年が終わって来年に突入、まあ、今年で半分ぐらいはもうステイホームって感じが確かにあったけど、そっからがって感じですけど、ね、あー嬉しい。まだ寝起きですな。いや起きてから何時間経っとると思ってんの。全然寝起きちゃうけど、声がね、まああのね、一人でいるとさ発することがないからさ、声がね今初めてショールームでね発しちゃってるからね、ちょっとガサガサなんですよね。すいませんね、声がちょっとガサガサですいませんね。やっぱ声出してないとね声がかすれるんですよね。やっぱ今第一発ですからね申し訳ない。すっぴんですよ。そう、今日夜からねお仕事ね、夜にメイクするのね、今はすっぴんです。うん、あーショールームでいろんな企画して楽しかったよ。だってありがとうございます、嬉しい。いろいろやりましたね、企画を。企画をめっちゃやったし、マジいろんなことやったわね。プラメでもさ、なんかいろんな、なんていうんだ、あのやつさ、やあの企画、プラメでも企画さやったしさ、結構いろいろ頑張ったなって思うわ。そういえばおうち時間も刺繍ビーズしたり、ビーズリング作ったり、結構ねいろんなことねやったわ。本当に懐かしい、懐かしい、数ヶ月前ですけど、懐かしいっちゃ懐かしいかもしれない。アメサンガも作ったね、マスクも作ったし、なんかもうとりあえずめっちゃいろいろやった。あ、折り紙もやったしね、クイズも、クイズいろんなやつのクイズもやったし、アップルパイ作ったり、うどん作ったりもやったし、むちゃくちゃ企画をやったよね。とりあえず企画やりまくったよね、本当に。マジそれはメンバーにもスタッフさんにもすごいねって言われる。なんかそんなに企画さ毎回考えてさ、で毎日アイドルやるってさ、なかなか難しいことだからさ、すごいよねってね、あのね言われた。そうそう、だからねすごいね頑張ったわ、このおうち時間はそういや、わりかしいろいろしたなって感じかな。うん。そうやろ。そう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 。you
イエーイ。うんでしんぜん。今下のうちにさ、ん？下のうちじゃない、下の上にさ、顕微鏡ができてんのよ。めっちゃ痛いんだけど、悲しい。ね、引っかかってね、引っかいちゃったんですよね。あの引っかかってて、あ、引っかかってね、引っかいちゃったらね、なんかよくさ、噛んだらさ顕微鏡になるじゃん。なんかあれとね同じ原理でね、舌をねうってガリってやったらね顕微鏡できた。あはははは、はそうそう。でで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 で。いや、噛んじゃうよね。あれあれなんだけど、めっちゃ分かる。そう。指はもう大丈夫、うん、わりかし大丈夫になってきたよ。ただまだこれはね、白い爪のとこじゃなくて身のとこだからね、痛いの。でも引っかかっちゃうからマジで気をつけないと、本当にやばい。気をつけようって思いました。刃あるからなりやすいよね。だってそう、刃ね、刃、うん、刃なんだっけ、剣士みたいなやつかねえ。いいんか悪いんか分からんけど、よくなるよ。だからここ、この刃が当たるとこがよく顕微鏡できる。そうとか、ガンってなった時にここ刃が当たってグリってなっちゃったりとかすると、あのここに顕微鏡はよくできる。喋る時絶対当たるから、ここに。そう、あ、ユミゴンさんとありがとうございます。そうだから、なんかね、よくね当たって顕微鏡できるんだよね。そうね、まあ刃がいいよって言ってくれる人もいらっしゃるけどね。まあ、あっていいんかないんかはちょっと、あ、違うわ、あっていいんか悪いんかもうやばいよ、あっていいんか悪いんかわからんや。まあ好きって言ってくれる人もおれば、なんか好きやないっていう人もおるから、まあどっちでもどっちだよね。どっちでもどっち、いや言葉おかしいんだけど、
目がシャボシャボする。そう。でも歯並び綺麗な人は刃ないじゃん。全部こういう感じの歯だからさ。なんて言うんだろう、なんか剣士はみんなあるけど、こうなってるか、こうとんがって出てるかとかかな。よくわかんないですね。あのゆりな、よくさ、そういうのとかでさ、剣士あるんだね、あ、剣士ちゃう、刃あるんだねって言われるけどさ、まず刃の定義がね、いまだにわからんから、マジ刃の定義マジ誰かに教えてほしい。刃の定義がわからないよー。あ、そう、あれじゃない、とんがってるやつをさ、ヤスリでヤスれば刃じゃなくなるんじゃねと私は思うんですけど、どうなんですかね。ふふふふ、歯はさ絶対ここにあるじゃん。だからなんかとんがりすぎない、剣士はみんなあるけど、とんがりすぎてんのが刃で、あのとんがってへんのが普通のやつだから、削ればいいんちゃう、ここ。ほんなら普通の歯になるんじゃね。あ、クマさん10匹ありがとうございます。え、歯医者さんで勝手に削られたわ。だって勝手に削られることとかある？歯だってさ大変じゃん。歯、え、マジそんなことある？歯医者さんがさ勝手にさ、とんがってるから削りますねってことあります？上がっててさ、刃で基準でかい人と見たことないんだけど、そんなことあります？びっくりなんだけど。そう、でもね、うちね刃ではない気がするんだよね。うちファンの人にたまに刃があっていいですねって言われるけど、そこまでねちゃんとした刃ではない気がする。もうちょい刃はこう刃って感じがする気がするんだけど、気のせい？いや別に刃が嫌って言ってるわけではないんですけど、なんかもうちょっと刃ってさ主張が激しい気がするんだけど、そんなことない、そんなことないか。刃の基準は分からんしね。あ、もうそう、だからうちファンの人たまに言われるの、その刃がありますねって。でもうち刃って思ったことなかったのさ、これは刃なのか刃じゃないかね。リップクリームどっか行ったなぁと思って、ね、そうやろ。だってうちそこまで歯出てないもん前に。でも刃かわいいよね。そう、刃はねかわいい
てね、よくあのよくあの聞く。なんか一時さ、待って、ヤイはさ流行ったよね。なんかさ、刃にあえてする人みたいないたよね。なんかね、刃にできるの、歯のなんて言うんだろう、なんかつけるみたいな、歯を刃だから、刃みたいになんかここだけがこうドーンって出てるんじゃなくて、この並びのまんまもっとこうなんか尖らせてみたいなのがなんかすごい流行ったみたいな感じの時期あったよね。私なんかで見たんだよね、刃をつける人が増えたみたいな。なんかちょっと刃っぽくするみたいな、ここがこうなんかね、それ見たことあるんだよな、ちょっと。あ、そう、ともちんさん、そうとかの、あのマヒル口とかがすごい可愛いってなって、あの頃と同時ぐらいにその八重歯がなんかこうやってできるやつがあって、なんかわざとそういう風にしてるみたいなのがあったのよ。むっちゃ昔だけどさ、懐かしい。 そんな時代もありましたね。リリナちゃんもしたかったんよね、全然うん、全然。じゃああんまり興味はなかった。そう、リリナはちょっと刃は昼口もあんまり。うち唇薄いんだよ、この上唇が。ブーン、逆にこの上唇がもっと厚みがあればよかったなっていうのは思ったよ。そう、なんか唇、なんかこっからここが短い方がなんか可愛いらしくて、今の子は分からんけど時代の問題がなんか良いらしくて、まあ、別にこっからここ長くはないんですけど、人中が短い方がいいんですけど、まあ、人中別に長くないからいいんですけど、短い方がいいみたいな。なんかさ、よくさ流行ってたじゃないですか、なんかぷっくりしたお口が可愛いみたいなのが。そうだから、なんか下唇はあるけど上唇がこうやってやってれば普通なんだけど、喋るとねここが薄くなっちゃうの、うちこういう感じで。そう、ここがね、なんかブリーンってしてる方が可愛いらしい。いや、分からんけどさ。そう、いいんかなと思って。いや、まあ別に熱くしようと思ったことは一回もないけど。なんか、そういうのが流行ってんねんやって思った。そう、でもなんかこうプリーンってな、唇がこうプリーンってなってる方が可愛くない？なんかこう可愛らしい感じがする感じがね、するような気もする。
いやどうなんでしょうね。実際は、いや実際はどうなんですかね。ちょっとわかんないんですけど、私もいやわからんのかいって感じだけど。リーナちゃん暑い方がいいの？いや別にどっちでもいい。暑くても暑くても特にこだわりはない、うち。そう、特にこだわりはないけど、の方がいいかなと思って、まあ、口はね、あのねパパに似てるんですよね。パパもね口アヒルさんなんで。そう、私と一緒すべてが完璧になってしまったらそれはなかもね。だってふーんが分からんけど、いやでもね、完璧顔、でも完璧な顔って人によって違うじゃないですか。それこそ女優の誰々さんみたいな顔が私はすごい大好きみたいな感じであって、でもこれが私の理想とする完璧、でもそれは私に対しての完璧であって、他者から思われる完璧と自分が思う完璧は違うからな。うん、なんか誰にでも好かれる顔って絶対ないと思う。だって人それぞれだもん、好みは。そう、そうそうそう、だからね、あれだと思いますよ。まあ私もコンプレックスの塊ですからね、全てにおいて。そう。ゆりなちゃんの好きな顔はどんなの？ゆりなちゃんが好きな顔か、わかんないなんだろう、別になんかどうこうっていうのはないけど、じゃあ理想としては顎がシュッとしてて、こう顎がこうこういう感じの、シュッとしてて、でまあエクバはうちあるんだけど、エクバがあって、鼻もシュッと高くて、こう鼻先もシュッと高くて、で涙袋がぷっくりとあって、綺麗な二重で、お目目がクリックリのまん丸いお目目で、うーん、こんな感じ。かな。理想はね、そうそう、でもそれは理想はパーツ見てのパーツごとの理想だけであって、トータルしたらなんかどんな顔になるのかは知らんあのパーツごとの理想でなだけです、それは。そうそうそう、だからそれを組み合わせたら、じゃあ超可愛い子になるのかって言われたらそれは分からん。バランスとかの問題があるけ、そうそうそう。みたいなね、感じですよ。そう。だから別にそれになりたいかって言われたらまあ微妙やけども、微妙やけども、どういう顔が理想ですかって言われたら、パーツごとに言うとそういうパーツが理想ですっていうだけであって、まあ、組み合わせたらどうなるか分からんし、なりたいかって言ったらちょっと微妙やけど、そう、だってパーツごと見たら良くなってもさ、トータルパッて見た時にさ、なんかおかしくないってなったらおかしいやん、それは。そう、
だからどうなんですかね。うん、そう、そう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 、だからまあどうってやったらもうわからんそれはもうね、もうどうってやったらリアルにわかんない。もう人によって好みは本当に違うから、そう、あ、本当ありがとう、かなり理想系でしたよ、だって嬉しい、ありがとうございますイエーイ、ピースピースピース、まあなんだかんだ言うて顔だけちゃうかったりするからね。そう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 、そう、中身が素敵とか雰囲気が素敵とか、まあ物にあってはスタイルが素敵とか、等身だから八頭身とか、そういう等身的、足がすごく長いとか、足がすごく O 脚とか X 脚じゃなくて本当のお人形さんみたいなまっすぐな足が素敵とか、なんか人それぞれさ、丸々フェチとかいろいろあるじゃないですか、手が好きとか足が好きとか。だからさ、なんかさ、それは人によってさ、あれけりだから、みんながみんな顔が顔ってわけでもないっしょ。そう、だからなんか、まあ、トータル含めトータルなんでしょうね多分ね。でもさ、うちさ、本当にさ、この前のさ、なんだっけ、この前のさ、立川のイベントあったじゃないですか。で、あの時ね、身長で言うとね、3番目だったんですよ、高さで言うと。一番多分、その時の6人のイベントの中で一番大きかったのが、七瀬が一番身長が多分164ぐらい確かあるって言ってたから、164センチ一番高いの。その次は多分ユーカリが163とかかな、公式に書いてたから。うちが162やから3番目やってんけど、なんか誰よりもでかく見えたわなんかすごいでかかったね、うち七瀬と横に並んでもなんか七瀬よりでかく見えたもん、うちが。そう、なんかさ、写真とか見てさなんかママにもさ、そう、ママにもさ、なんかさ、なんか、一番さ、ユリナがでかく見えるんだけどって言われてさ、身長で言ったら3番目なんだけどねって言ってね、ママとね、話してたの。なんか、ファンの人にもすごいありがたいことに、ステージに立ってると、マジでうち大きく見えるらしくて、でもすごいそれを本当によく言われてたの。マジ握手会でも言われるし、なんか身長って大きいんですね、握手会とか。それヒール履いてるから確かに大きいのよ、その時の身長は。でも公式とかで162なんだけど、で聞くとなんか、もうちょいあるのかと思いましたみたいな感じずっと言われてたの、昔から。そう、ずっと言われてたんだけど、なんか実際に聞くと本当になんか、意外とないんですねって言って、そう言われるんだけど、マジでね、大きく見られる。なんか確かにその劇場公演とかオンデマとか、そのなんかリハの撮ってマネージャーさんが撮ってくれてるやつとか見たら、もううちマジでかく見えるんですよ。そう、なんかさ、なんかさ、そう、なんかこの間のそのイベント
で見た時にさ、うち大体みんなわりかし身長高めのメンバーだったの。まあ、凪がちょっとちっちゃいかなって感じだったけど、大体みんな160、まあ、この辺ぐらいじゃないですか、だったんだけど、なんかでかかったねうち。すごいでかく見えたわ。そうびっくりしちゃった。なんでですかね。まあそれはいろいろ。まあ。まあ、しっかりしてるからねうちがね。七瀬は華奢だから、そう、七瀬は華奢だから、細くて華奢だからね、身長あってもちっちゃく見えるんですよ多分。あ、嬉しい、パフォーマンスが大きいかなと思うよ。だいやー、それはありがとう、嬉しいな。あ、手足長いよね、だって。ありがとう。いや、そんな長くないけどね、普通。標準、ほぼ標準ね。聞いてよ、今日さ前髪セットしたのね、うち実はショールームしようと思って。なのにね、今日前髪マジでうまくいかんくて帽子かぶった。そう、前髪せっかくセットしたのに、もうマジでうまくいかんすぎて、もういいやと思って帽子かぶろうと思って帽子かぶった。そうで、ちょっとこのショールームした後ちょっくらお菓子を買いに行こうと思って。いや、寝ちょっとないしたら家出ないといけないから。今日も大きく見えるかな、どうかな。いや、大きいとね、そう、目立つからいいよね。え、嬉しい。チャイラブのゆりなちゃん、まきちゃん、なーみんの並び3人はスタイル良くてかっこいいだって。ありがとう、嬉しいな。大きなオーラを放ってください。ちょっとオーラ振りたいな、香水みたいな感じで。オーラシュッ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 つって。オーラねうちもオーラ欲しい。なんかオーラの香水とか売ってへんのかな。これを振りかければあなたにもオーラが出ますみたいなの欲しいんだけど。だってさ、うち普通に生活して普通に歩いてるからさ、だって仕事行くにも普通に電車に乗って普通に歩いて普通にしてるし、買い物やってその辺の普通に行ってるし、もうあの、なん一般人とさほど変わらへんからね。そう、オーラ欲しいな。モコ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 って出ないかな。え、嬉しい。ゆりなちゃんは3列目で踊っていても目立つオーラを放っていますよ。だ、嬉しい、ありがとうございます。やった。いやでもね、あのね、まあでもね、すごいね、ありがたいのはステージ上で大きく見えるって言われてて、で、まあパフォーマンスも大きいから目立つってすごいあの言っていただけるんですよ。でも本当にありがたい。なんでかっていうと、私なんか、まあ、16コンサートとかであんまりフロントで踊ることってないんですよ、基本的に。こうフロントで踊るってよりかは基本的後列が多かったりとか、行っても真ん中
でフロントで踊れるのは本当に1曲2曲みたいなぐらい少ないから、ほぼほぼ後列か2列目の端っことかがやっぱどうしても多いからさ、でもそれでもさ、すごい私ステージ上で大きく見えるって言われるし、まあ、自分も大きくパフォーマンスしようっていうのはすごい心がけてることではあるんですけど、そのおかげですごく見つけ、なんかどこに行ってもわりかし見つけやすいよっていう風に言っていただける、言っていただけることはすごく嬉しい。まあ、最近ね、そのあの今もさチーム4公演鉄のやってるけどさ、少人数イベントも6人だったし、少人数今度の NPP もさ8人だから、まあ少人数でしかないから、こう今度のね TDC コンサートで久しぶりに16人とかね集まって踊るんだけど、それもすごい久しぶりなの。だって3月ぶりとかだから、そうそうそう、じゃ最近はねやっぱ少人数だから、まあ、前列も後列もあんまり関係ない感じはするんだけども、やっぱ大人数で踊るってなるとさ目立ちづらいじゃん、どうしても。そうそう、だからもう最近あのその全員で踊ることがないからあれなんだけど、でもやっぱりね、そうあの見つけていただけるっていうのはすごく嬉しい。さすがファンの人としてベリーグッドです。そうそう、ファンの人に見つけられへんかったってやるのがめっちゃショックやから、自分、まあ自分がねそんないい立ち位置で踊れてないのが悪いんですけど、そうでもなんかすごい見つけられなかったって言われるのは悲しいから、やっぱ見つけてもらえるようにね一生懸命踊るのをね心がけているので、そう頑張る、イエイエそうウケるんだけど、すごいじゃん。あー下音よく間違える。なんか確かに下音はね背丈もスタイルもわりかし似てるから結構間違えられることはね多いかもしんない。そのシルエットが似てる下音、私だからシルエットで結構間違えられること確かに多いかもしんないダンスや足だけでもゆりなちゃんってわかる。いやすごいな、それはさすが私のファンの人ですね。まあ今日のね TDC TDC じゃない、間違えた今日の年越しのあのカウントダウン TV 出させていただくんですけども、あのぜひ、まあ、ちょっとどういう風に映るん、映るか知らないと思うんだけど、みんなはあのぜひ探していただければ。今回は数曲 AKB 歌う、まあ、メドレーみたいな感じで数曲歌うらしくて、なのですごく探していただけるか、なんていうんだ、そのまあ、見つけてください、見てください、とりあえず録画と生で見てください。みんな眠いかもしれないけど起きててね。みんなはさわりかしさお仕事やってるからさ、どうしても早寝早起きじゃない、私みたいにさ遅寝遅起きとかじゃないからさ、日付回ると結構きついっていう人いるかもしれないんだけど、ぜひともリアタイで見てその後録画してるのでじっくり推しを見ていただけるという感じでよろしくお願いしますというわけで1時間経ったんです。ちょっと終了して私はお菓子を買いに行ってきます。お菓子を買いに行ってそのまんま行ってきます。痛い、手しびれちゃったんだけど、痛い。さすがに今日は元旦だから起きてるよ。だって、おお素晴らしい、いいよね。うちもさちっちゃい頃から元旦だけはさ夜更かししていい感じだったから、良きな日だったから超嬉しかったわ。もうお年玉もらえないのゆりなちゃん、悲しいんだけど、まあ、21歳が何言ってるんだって感じだけど、もう学生ちゃうからさ、21歳がなあげなあかん方やねんけどさ、そうあげなあかん方やねんな、妹と弟にあげなあかんねんけど、そんなお金ないからね
あれやねんけど、いやもう笑えないよ。お年玉が悲しい。もうお年玉もらえない。でもさ、人によるよね。だってこの年でもお年玉もらってる人はもらってるからさ。まあ、リリナちゃんはもう学生が終わった時点でもらえなくなっちゃったから、もう数年前にもらえなくなっちゃったんだけど、そうそうそう。よし、13位マーニャンさん、12位ヒデ32さん、11位ロバさん、10位カズさん、今年も、あ、間違えた、来年もよろしく、よろしく。9位ワイマツさん、8位あ、なんか書いてるかな、あ、来年もよろしくだって、よろしく。8位メタルポリスさん、7位タカさん、6位カラッツさん、5位ギリアンさん、4位チカイシーさん、3位キリアさん、2位ミゴンさん、そして今日の第1位はトシキさんで、カウントダウン TV 頑張ってくださいだって、頑張ります。はい、そしてですね、ユミゴンさん、タワーありがとうございます。そしてトシキさんが確かクマさんをかけ10匹だったかな。そうだね、トシキさんがクマさんかけ10匹ありがとうございます。あれ、あ、できたできた。はい、というわけでそんな感じで、今年はファンの皆さんと年越しのショールーム配信できないんですけども、その代わりと言ってはな、その代わりっていうか、それよりはるかに大きい嬉しいことが、今日はカウントダウンということで、仕事で年を越せるということで、生きてきて初めてのことで、すごく嬉しいです。こうやって年いっててよかったなってすごく思いました。これがまだそういう年を越せない年齢のメンバーだったら選ばれなかったから、年がいててすごく良かったなと本当に思いました。選んでいただけたこと、ぜひ皆さん見つけてください、今日は。というわけで、今日も見ていただき本当にありがとうございます。というわけで、ぜひあのカメラじゃない、間違えた、なんだっけ、テレビにかぶりついて見ていただけたらなと思います。というわけで、ちょっと予定より早い時間にちょっとね、急遽ね、そう、あの予定が私も変わっちゃって、一旦事務所に来てくださいって言われちゃったから、ちょっと一旦行かなくといけなくなって、本当だとね18時ぐらいにやるって言ってたんですけど、ちょっと急遽予定が変更してしまったので、この早い時間になってしまったんですけども、見ていただきありがとうございます。もしまあ、うん、そうそうそう、というわけで、まあそんな感じで今日の配信はこんな感じかなというふうには、思いますが、じゃあ皆さんまた後々の後々のカウントダウン TV でお会いしましょう。それでは今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のショールームでお会いしましょう。バイバイ。あ、1月2日は NPP イベント見に来てください。イエイ、バイバーイ、良いお年を。